僕はもっとこっち、この足があんまり走ったの、机の柱で、はい、使わないように、はい、で、まあ、あとゆっくりちょっと座らせていただきます、はい。これ気になるわ、めっちゃこれいいよ、見てみます。はい、めっちゃこのコート重っ。はい、このコートが重いね。片方、横片方だよ。こんな重い空気、横片方だよ。そうですよね、うん、高いな。高いの、これこれです。キャンメイク。ここの、はい、え、これ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 、
これの、じゃなんかここの昔マスカラを使ってて、はい、いろんな色のマスカラがあって、はい、結構いい。多分洗いよ。洗わないです。そろそろ洗わないとなって思う。洗えよ。これどういう匂い？あ、でもなんかお母さんのお白い匂い。お白い匂い。これがいいんですよ。これが。じゃあ、1回しか使ってない。へぇ、これいくら？600円、700円。昔は使ってないから よかったら使ってみて。使ってみてください。ぜひ。700円。はい。あそこのね、マスカラがいろんな色があって良かった気がしたけど、マスカラもありますね。なんかいろんなマスカラとか、いや今はいろんなところでいろんな色が出てるけど、その当時ってあんまりいろんな色カラーマスカラが出てなくて、はい、キャンメイクはいろんな色出してたの、うん、しかも青なら青1個だけない、こういう青と、はい、こういう青と、いろんなこういう緑もいろんな緑のマスカラとか、はい、赤いマスカラとかいろいろ出てすごいなと思って、他はあんまりそういうのが出てなかった。なんかこのマスカラも口コミでなんかナンバーの2位とかになってます。マスカラ、はい、あ、うん、だからマスカラいいんじゃない、いいのか。その粉、その粉いい、粉なんか勝手に動いたりしていいですよ。はい、いいですよ。なんかすごい、僕赤くなってるよ。鼻の間かゆい。かゆいだ。かゆい。こんな感カウンターとかだったら、そうなっちゃうよ。危ないです。
この人の名前何て言うの？いやーよーにしよう。いやーよー。えって言わない。そうなのか、確かに。テレビの中から。これは頭の前ですか？どうでしょうか？あ、でも全然持ってないよ。もうないこれ。忘れちゃった。忘れ、忘れてみたいな。いいね。はい。いいですね。癒される。ちなみに、こちらはいいですか？こういう香りって、同じだけの方がいいんですか？そうなんですか？泡がしてると、泡の匂いになるんだ。え？分かってたけど、そうですね。こういう腸に、こういう出ないような。一応これは、ああ、恐れないような。スイスライターが30分くらいです。なんでライターなんて。ライターですか？あれです。ホテルで使う。ホテルで使う。ホテルあるのかどうか。ホテル。ライト。これ一日あたりの料金。ライト。うん。何日単位とかで貸したりとかする。キャンドル。キャンドルとか。キャンドルとか。キャンドルじゃないけど。一日入っても付けられたの。ああ、バイトでね。じゃあ今週何？すいません。なんかホテルでライトってどういうことやねん。ちょっとなんか、ああ、バイトでね、バイトで、なんか、やらしい、やらしいのがあるんですよ。月10回、ね、今、バイトしてないのかも、関係ないじゃん。そんなに言っちゃって。じゃあ、もう化粧品、何、これしかないの、少ない。はい、置いてきちゃって、すべて置いてきちゃって。今日は、私、水の。直接とついてしまう。本当に薄くでいいかな。これが出るじゃないよ。いや、これ大丈夫。これ眉毛を。こんなところもそうでしょ。カンナの時間通用。ああ、ちょっと朝から時間通用。ちょっとでもそんな狙いが。ちょっとでも。ああ、それやってんの。学内で空いてるスペース借りて入るみたいな。あとなんかもうすでにちょっとでもこれ低く見えたらいいな。見えてるよ。あ、でもさ、サイトもさ、なんかライブ写真とか写真を変えるじゃん。支払いあれなんかあんたの友達が撮ってくれたの。友達なんかそのあの写真だよね。なんかエロっぽい。エロっぽい撮ってくれたんですけど。その人ってさ、はい、個人的にあんた頼んだらさ、写真撮ってくれ、撮ってくれ、撮ってくれ、お金払わなきゃいけないのかな。お金払っていいんだよ。頼んだら、ね、あんた先輩なんだけど、撮ってあげてくれないのかって言ってもらえる。全然、あ、じゃあ今度もうちょっと痩せたらお願いします。あ、じゃあ飯ぐらいおごる。全然、全然ない。いつも私タダでやってもらって、ご飯。まあ、でもね、また、もうちょっと少しでいい。それちょっと体締めたら、何年かに行くよ。ずっと昔の人生使ってられないから、そろそろ取らないとないとないな。もうちょっと痩せてからね、来年。私学なんだよ。その時に、行けなくてもいいんだけど、いろんな人にこう取ってもらいたいけど、お金あんまり使えられないから。ただプロじゃないので。全然いいですよ。でもやっちゃったよ。やっちゃったにも頼んでもない。やっちゃったって1万円取ろうとするの嫌だった。最初の時はトドじゃなかった。トドだと思ったら5000円でした。そうだそうだ、そうだ。で、私が言ったら私に1万円って言って、恋姫になったからお祝いだから取ってあげるよ。お祝いって言うよ。お祝いって言うふうに5000円払うって言うのって結構ショック。ちょっとショック。そういうだったら私今お金ないだろうな。そうだね。じゃあそのお友達に今度いつか取らせてもらっていい？全然大丈夫。でも今年は取らないと思う。はい。土日になっちゃうと思うんですけど。いつでもいいです。よかった、ありがとう。言っといて。でも今度でいい。今年は取らない。もうちょっと痩せないと。はい。多分私絡みだと、もしかしたら何か言われちゃうかもしれない。私のこと、名前伏せてもらう。名前を伏せるったら、じゃあなんかどういう経緯で頼むんだ。大丈夫です。なんか私、斎藤の知り合い、事務所が、で、何言われたんです。違うって、あ、はい、あ、あの、はい、事務所に言うなって言うんでしょ。はい、あ、いや、分かってるから言わない言わない言わない、それは言わない。あ、友達って言えばいいでしょ。その、あんたで頼んだって言わなければいいでしょ。言うとなんか、分かった分かった分かった、あいささが言われちゃう。あ
大丈夫です。いや、あんたの話聞くときはわかんない。すみません。何の話を作る？サークル何やってた？ライターの流れからちょっと。天井作でした。最高とこの字しかつけてないです。あ、なんか、スタジオも載ってるんですけど。手話入れてる。手話入れてる。でも、ちょっと白浮きしてるっぽい時とかがあるから、リミットと、この後使うタイプで使った方がいいかもよ。探してたんで。安くていいのは、チフレです。チフレいい。チフレいい。チフレの粉めっちゃいっぱい入ってるんだけど、キラキラパウダー入りみたいな、マットのやつじゃなくて、チフレのキラキラパウダー入りみたいなやつなんだけど、それがこれこれ。そうなんだ。おしまい。いや、私も結構肌が綺麗な子なんで、うん、めっちゃ安いの品種がいい、それいい、それいい、それなんかすごいいっぱい入ってるみたい。だけど、なんか1000円もしなかったんだよ。でもすごくいい。でもリキッドは自分の好きなやつ使ってる。その時間すごいね。リキッド、下地つけてリキッドつけて、そのこんな話した。その方が白浮きはしないかも。そうですよね。油性なの？それとも乾燥かな？乾燥と混合ですか？だったら余計その方がいいかも。まあでもこう、しばらくは、それどころじゃないかも。大変だろう。どこの病院？山梨で。あ、そこなんだ。ただ今は、先生なんかやりますか？化粧完了。見てください。もうバッチリ。すいません。これがあ、ビューラーしたかった。なんかマスカラつけるモーションとかあったら、マスカラ忘れちゃう。あるよ。じゃあ、斉藤化粧担当へ。どんだけそんな張り切って化粧して動けないっていう感じになってる。先生、私化粧しないから何かやりますか？まあ、してるんですけど、今日はもういいかな。まあ、雑誌を雑誌を見てもらって。あ、化粧品私いっぱい持ってるよ。いっぱいっていうか、あんまりしてないから。あ、マスカラでしょ。マスカラあ、じゃあ、ほら、これ。